ライセンスコードを入力します。ウェブアクティベーションボタンをクリックします。そのままオープンボタンをクリックします。ウェブ認証画面が表示されました。ライセンスコードを入力します。必要事項を入力して、サブミットボタンをクリックします。このコードをすべてコピーします。ここでクリックします。コントロールプラス A で、すべて選択します。右クリックします。コピーをクリックします。ビューレットカムに戻ります。このフィールドをクリックします。コントロールプラス V で先ほどのコードを貼り付けます。認証するをクリックします。ライセンス認証が成功しました。このメッセージが表示された場合は、ビューレットカムを起動して再度やり直してください。